皆様こんばんは。六月二十二日金曜日。日本文化チャンネル桜。沖縄の声のお時間です。当番組は二千人委員会。友の会。共産広告。広告主。ソーティービーをご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。キャスターのめぐみの之けと申します。金城てると申します。よろしくお願いいたします。 あ先生明日は明日 6, 6月23日は第73回目の沖縄慰霊の日を迎えますね、はい、でこん今回はこれの特集をですね、はいえー、組みたいと思っております、はい、でまずヘッドラインですね「はい、1,、えー、1沖縄戦の意義と大東亜戦争の目的は2第32軍司令官牛島みつる陸軍大将を検証する3学徒隊の奮戦に感謝」 4、沖縄だけが被害,者被害者ではないです。本論に入ります。はいえー、明日6月23日は、えー、沖縄慰霊の日,日とされております。第73回目の沖縄慰霊の日を迎えます。はいはい、で、県外の皆様はね、なぜ6月23日が慰霊の日か、ご理解いただいてない方々もいらっしゃいますから、あえて説明しますと。 沖縄戦は4月1日から始まりまして、昭和20年の。で、6月22日をもって、えー、第三十二軍司令官の牛島満大将が自決をされて、6月2 2日の未明に自決をされて、組織的戦争が終わったと、それで6月23日が一区切りとしての慰霊の日ということになっているんですね。で、冒頭ですね、沖縄防衛のために,ために戦われました。 英霊の皆様、はいはい、そしてご遺族に県民を代表して感謝を申し上げたいと思います。外国では戦争慰霊祭は軍人軍属が対象でありますけれども、我が国は不思議にも庶民,対象が庶民大衆が対象なんですね。結果、ですね非常にポピュリズム的な慰め会になってしまうんです。明日安倍首相は そのスピーチの中に沖縄振興策というフレーズを加えるらしいという情報も聞いております<ー>なんで慰霊さんにね、うん、振興策が絡かでくこの不思議でならない<ー>これ裏返せばですね沖縄はかわいそうだから、うん、金を恵んであげましょうという感じになるんですね、うんうん、<laughs> そういうことですねだから被害者意識はもういつになっても解けないわけです、はい、本当ですねで、今東アジアの軍事情勢が非常に緊迫して不安定になってきてますですねはい、はい 米朝首脳会談が実現したとはいえ、うん、今アメリカおよび我が国が一番恐れる敵はですね、ええ、北朝鮮よりも中国なんですね。ええ、すねこれが今どういった次はスタンスを取るかっていうのが非常に疑心暗鬼している時にですねわ、ええ、が国の立場ももっとこうしっかりしたものに変えないといけないと思いますね。で今から5年前ののの月に平和記念資料館で左翼の語り部の方が、 話をししてたた。にですね、あるハプニングが起きました、はい、この方はもう日本軍人大嫌い、はい、全て日本軍人は悪だったっていうことを言ったもんですからね、はいはい、修学旅行でこれをきき聞いていた、はい、来た修学旅行で沖縄に来てこれを聞いていた高校生、男子高校生がですね、はい、挙手して起立して抗議するハプニングが起きたんですよ。 高校生が何て言ったかとというとですね、ええ、日本軍人を足しに言うことはもうよしてくださいと、うん、ーひいじいさんはね、ええ、沖縄を守るために志願して沖縄戦に参戦して戦死したんですよ私は祖母からお,おばあちゃんからね、ええ、何度もこのことを聞かされていたんですよあなたの話は日本軍人すべて悪じゃないですかと言ってね、ええええ、でこの高校生がツイッターでもこの案件を発信したもんだからね、ええ、これが全沖縄にも拡散して。 はい、地元高校生でもね、この学生の言動にサインを示すものがね、はい、たくさん出たんですよ。あなるほど、うん、だからね、今の沖縄のこの世論っていうかです、ね、動きはです、ね、ちょっと異常ですね。はいえー、で、さらにです、ね、私がびっくりしましたのは、6月13日、はい、オロク海軍司令部後、うん、ここで沖縄コンベンションビューローが主催の慰霊祭があったんですね。はい で近くのた宝はこうだったと思いますそこの子学童が来てまあ歌を歌ったりしてたんですけどね、はい、まあびっくりしたのはね戦争はしませんさせませんっていう大合唱を始めたんですよ、はい、私はね平良朝圭さんは狂ったなと思いましたねこのコンベンションビューローの,、まあ、あの理事長は平良朝圭さんですね朝に「尊敬の敬」って書くんですね朝圭ってね、はい、これはね「為朝源為朝に」 早かって、うん、沖縄の休暇は全部長男とかに朝なじをつけるんですね、えー、平さんの親御さんはねおそらくね勇敢な武人になることを期待して、うん、平長慶っつけたと思うけどね、うん、どこんなことをさせるんだったらねこれはもう長慶どころ名前も変えた方がいいと思いますね弱慶ぐらいに変えた方が弱い慶にね若慶、えー、平朝ぐらいに変えた方がいいと思う、うん、僕はねこの先生この東アジアがね、うん 非常に平和だったら僕は何も言いませんよはい、はい、中国は見てくださいよ徴兵制、はい、国民化兵でしょ、はい、力による海洋進出、うん、沖縄近海の海底資源もどんどん盗んでる、はい、で最悪は何も文句言わないこれに対しては、うん、アメリカの戦闘機が沖縄本島から90キロ南で落ちただけで大騒ぎするくせにね、えー 中国が悪事は働いても何も言わない。なんかそこが不思議ですね。不思議なんですよ。だから中国から多分いくらかもらっていると思うんですね。はい、もう本当に何の<で>不思議です。これは本当ですね。はい、で、天安門事件、これ、これもね、はい、自由を求める大学生ですよ。同じ中国人の漢民族の大学生をですね。はい、1000人以上を銃殺火炎放射器で殺害して,、はい、害して戦車で轢き殺していくと。はい こんな国が近くにいるのにね戦争はしません、させませんって小学生にこう言いましたらね、<laughs> ええ、私は幸福宣言にしか聞こえないですね。おかしいいですよねはい、それでね、南の台湾見て見て,見ても感じるんですけど、うん、今、エアラインの行き先に中国、台湾っていう、中国っていう表記をするように強制してますね、ええ、あの中国共産党はですね。ええ、で、18日にはね、JAL も ANA もですね、うん 中国台湾という表記に変えました、えー、で日本の,あのアメリカの場合はデルタ航空がこういった強制をアメリカあの中国政府からさせられたものですから、えー、国が代弁してです、ねうん、反論してそのまま台湾のみの表記で終わって使用してるんですね。うん、で我が国政府が非常に腰が引き始めてるのはです、ねえー、台湾自身の見舞いのメールこれも内閣府のホームページにあったんですけどね。えー これから相当という表現が削除されてるんですよ。えー、で、中国にじょじょ徐々に譲歩し始めてるんですね。そうですね。でね、あと数年以内にはね、今北京でこういった動きがあるんですよ。沖縄という表現はこれは日本軍にかかつけた弾丸だから、はい、故障だから、えー、沖縄という表現をできるだけするなと、はい、琉球という表現にしろということでですね、うん、中国共産党が動き始めてるんですよ。始めて。 これは非常に警戒しないといけませんね警戒しない,とい,けない、とこんなちょっかい出してきてね、はい、しかしまた、はい、僕も日本国民であるけど、はい、政府が足りないでしょ、はい、こういったのを見てるとね、もうぜひアメリカに沖縄にいてほしいいですね、うん、いや本当にもうあの、いよいよですね、やっぱりアメリカにいてもらわないと困りますね、それで、ねはい、この次、北朝鮮、これまたこれも国民開兵金正恩独裁体制ですよね、はい、兄を殺害しですよ。 うん、叔父は今度はこれこれ単に銃殺するだけじゃなくて対空機銃であの虐殺してますからねはい、はい、恐ろしいですよね。恐ろしいですでだからね、はい、私がですね講演なんかでアメリカの,その重要性っていうのを言うとね保守の過激派がですよ先生、はい、アメリカ追従だなっていうもんですからね 私はこういうその時はこういう言い返すんですね。はい、沖縄戦後二十七年間アメリカ投資を受けましたでしょ。はいはい、アメリカは十億ドル以上の資金を投入してですよ。はい、大学を作り、看護学校を作りですよ。はいはい、インフラととの発電所を作りダムを作りですよ。はい、我が国がね戦前北 朝鮮半島にやった投資と一緒じゃな人の連中はね相当な投資を受けたくせにね、はい、これポぽっちもあれ感謝しないで恨みつらみでしょ、はい、なんかお前らの言い方はね、うん、あの朝鮮人にそっくりやけって言ったらですね、うん、反論しきれないんですよ、はい、あそうだね、はい、ということですからねやっぱり我々はですね素直にアメリカの功績に対しては感謝すべきだないかと思ってるうですよね。 あの昨日まで私、東京にいたんですけどね、はい、東京ではね米、米朝首脳会談で米韓合同訓練が中止になりましたですよね、はい、で在韓米軍の撤退も支えかれ始めてます、非常に恐怖が、ね、日本国内の星に起き始めてるんですよ。はい、日米同盟で戦これまでは戦争に巻き込まれるということが支えかれていたんだけど。 それ以上に怖いのはね、同盟を果たさずにですね同盟義務を果たさずにいると、うん、今度はアメリカに見捨てられるんじゃないかという今度は恐怖恐怖,、ね、恐怖が出始めてる、うんうん、恐怖がいやいやこれはもう非常に <laughs> いや心配しますよね本当にそうですね、うん、それでね、うん、米軍の不満はですね、うん、その沖縄の南方90キロの海域で訓練中にですよ、はいまあ、墜落してるわけでしょ、はい、これに対して現、 地元の首長クラスがですね、ええ、飛行停止求めてきているわけでしょ嘉手基地の司令官に対して嘉田、はい、基地の司令官の言い分はねこれはうちに俺のところに持ってくるんじゃなくて日本政府に持ってけとええなるほど、うん、沖縄返還の時の基本,基,礎基,礎基本合意っていうのはですね、はい、基地の安定運用を日本政府が保障しますとはい、はい、基地の安定運用を。ただしそのその 交換条件として沖縄及び日本を防衛しますという交換条件があるけどね、はい、日本政府がね世論の交換を恐れてですね、はい、そうに対して対処しきれないんですよ見て見るしてるふしわけです、ねはい、そうですすねねそうこういう不信,を不信が募ってくるとね今のトランプ政権というのは非常に気まぐれですから沖縄なんか中国にやれとか言われてきたらねもう大変なことなんじゃないかと思いますよ。はい、そうですね本当に、うん、であの視聴者の皆様も注意していただきたいのはね 日米首脳会談が行われたから、あ平和が来ると言って、会社仕事を取っているアホ連中がいるわけですね、はっきり言ってね。これはね、1950年の1月、当時のアチソン国務長官が、はいえー、日本、沖縄、フィリピン、アリューシャン列島に対する軍事侵略には、米国は断固として反撃しますと、アチソンラインという演説をしたんですね。はい、するとと中国とか あの朝鮮北朝鮮はね、はい、これはじゃあ自分たちはそれ以外だったらいいんだなということで1950年の1月にアーチソン国務長官がスピーチしますけどもこれから5か月後にはですね、うん、一挙に北朝鮮軍が南下してきてでで攻めてくるわけですねだからこういったね歴史を見てるとですよ、うん、あ,あい今私が話した中国とかね、うん あの北朝鮮に対してはですね、ええ、油断はならならいってこといこですよねいやこれも絶対油断はできませんねはい今でもあ,のあれは米中やりましたけれども、はい、やっぱり、はい、あの安心はできませんねそうですよ両者ともねポケットには拳銃を銃弾と込めてですよ、はい、いスタンバイしたままで今こういろいろネゴシエーションしてるだけであってですね、ええええ、お互い手打ちをしてね 日本の武士が勝ってあの作動をして茶室に入る時には刀を全部抜いていったみたいなものとは全然違いますからね。ええええ、で以上ですね視聴者の皆様はあえて私がこ,のここまで話したっていうのはねこういう危機が迫ってきてる状況の時に沖縄戦を対象して見ましょうっていう意味なんですね。ええ、でこれから沖縄戦を総括するという本論に入っていきます。はい まず沖縄戦の意義と大東亜戦争の目的は何であったか沖縄戦の意義はですね2つは大きくあったと思うんですね一、はい、つは本土決戦の回避と、うん、本土地上戦の回避と皇室の存続 2>,、はい、で2つ目日本国民と沖縄県民の仲介を強行にした、はい、いきますねでまあ詳細,詳細説明いたしますとえー 1945年7月、これ、終戦が1945年の8月ですので、はい、1945年の7月ですね、はい、ヘンリー・スティムソン、アメリカ陸軍長官は、最高戦争指導部会議においてね、うん、次のことを言ってます、うん、沖縄戦と硫黄島への戦闘を引用してですね、うん、日本本土結成に際しては、米軍将兵死傷者100万人以上、うん、100万人以上ですよ、えー、沖縄県民の、沖縄県の人口が145万人ですけどねはい、はい。 米軍徴兵死傷者100万人以上、必要兵力500万以上という発言している、要するに5名に1人はやられるという覚悟ですね、はい、この結果、うん、アメリカは本土上陸戦に慎重になった、そして我が国への無条件降伏の強要を断念して、うん、回路宣言からポツダム宣言に変更、無条件から有条件講和の受託を勧告するという形式に譲歩したんですね。うん、これがまさに天皇制なんですよ基本は 皇室の存続ですね。ははい、はいで帝国陸軍は約200万の原有兵力が日本本土にまだ温存されていたからですね、はい、帝国陸軍としては何としても無条件降伏はせずにまず本土決戦してアメリカに人を食わらそうという主張だったんですね。ははい、はい、で、えー、1945年の4月7日に鈴木貫太郎内閣が成立します。これは 昭和天皇が鈴木海軍大将に対して終戦工作に進めるための内閣だったんですけどねそこでね穴見陸軍大臣と与那海軍大臣が猛烈な献花始めるんですよ。穴見、はい、陸軍大臣は大臣は一、まあ、億玉砕本土地,地上戦ということを叫んだもんですから穴見、はい、海軍大臣がですねああ名古だった与那海軍大臣がね、はい 沖縄であれだけの損害を出していて被害を出していてね、ええ、本土で地上戦闘になるとこれはもう計り知れない被害を出すよということでですね対立してるんです、まあ、私はこの荒見陸軍大臣のご子息が私が,私が防衛大学の学生の頃の教官だったもんですから、ええ、なんか非常に身近に感じますですね、ええ、次日本国民と沖縄県民の仲介を強固にした、うん、で戦前もですね 沖縄県民と日本本土の国民とはねちょっとしっくりいかないところがあったんですよ、うん、大正15年の中央公論3月号に作家の広津和夫がさまよえる琉球人というのを表しています、うん、沖縄の県民性を批判してですね絶えず日本本土に被害者意識を持ち続けていると、うん、本土社会で真偽を守らない沖縄出身のビジネスマンを痛烈に批判していた,いたんですね、うん、ところが昭和戦後昭和28年 映画「悲鳴塔が全国で放映されてね、うん、国民のほとんどが感動して沖縄県民に感謝と敬意を持つようになったんですよ。えー、で1960年代、うん、私が小学生の低学年の頃ですね、うん、私の大母も王子も戦死してるもんだから、うん、あのー、この慰霊祭なんかに行きますとね、はい、今とは全然逆でしたね。まずね沖縄戦で戦でっったたた軍人たちと、はい、生き残った 勝手な住民とか軍族たちが抱き合って再会を喜ぶ、はい、武士を喜ぶっていうシーンが至る所で見られたしね、うん、海浮かばをみんなで歌ったんですよ海浮かばを海それでね当時ねバス乗るとバスガイドが何て言ったか。うん 悠久の大義に準じたってていう表現をしてましまたたの大義に準じた人々っていう感じでね、うんうん、慰霊塔を案内していたですね、ええ、今みたいにね犠牲になったとかね、ええ、被害者だっていう表現は全く違ってましたですね、はあ、なるほど、うんうん、だからその当事者意識を持った世代が生きてる頃はね沖縄も極めて健全でしたよこれは後半私が申し上げますけど沖,沖縄教職員組合はのある福知っていう男がね、ええ 中国共産党から射図を受けながらですね反日的に返還していくんですよ昭和43年以降ですねはいこの結果が山城弘治とかですねよた者がいっぱい出てくるんですね出てくるのねはいはい次いきますね大東亜戦争の意義我が国はね朝鮮であっという間にこのアジアからですね欧米列強を駆逐しましたこの光景にですね アジアの方人たちはびっくりするんですね、ええ、こ,れかこれまで白,白人死ぬには、ね、絶対、王殊人種は勝たないと思っていたのが、ねうん、一挙に、あのー、日本陸海軍が力をつけて駆逐していくもんだからね、うん、まず目覚めていくわけですね。うん、で、私が思うにはねまずこの大東亜戦争の始まり、第二次世界大戦の始まりはね、ええ 1919年の1月18日から始まるんですよ、1919年の1月18日、これはね、第一次世界大戦が終了して、うん、ベルサイユ講和会議っていうのが始まります、先生。えー、この時に日本全権がね、うん、人種平等宣言をこの,あの会議の項目に入れるように発言したんですね、これに対してねア、アメリカとイギリスはね、劣化のことを言いったんですね。うん 当時イギリスは地球の4分の1を支配していましたから、はい、しかもほとんどアジアアフリカ諸国を植民地にしてですね、はい、搾取していた、はい、アメリカはまた黒人問題がありましたから、はい、いや黒人問題でそこで人種平等宣言を入れようもんならですね、はい、もうと植民地の統制国家の統制がだ成り立たなくなるもんだからね、はいはい、日本に対する敵意をむき出しにしていくわけですね。 で日本は戦争負け負けはしたけどね、うん、1948年の12月10日、終戦から3年目ですね、ええ、第3回国連総会においてね、うん、世界人権宣言というのが発,あの発信されるんですよ。私はね、200万人ぐらいのたっとい犠牲は、ですね、うん、これをもって報われたと思ってます。あなるほど実際ですね、うちの隣の息子が今、インドネシアのジャカルタにいるんですよ。はい この前帰ってきて私の会うだにね先生ね先生の言う通りです言うとおりでしたと、うん、インドネシアはね日本のおかげで独立したということでね、ええ、日本人っていうだけですごい敬意を表されると、うん、ああなるほどで実際ですねインドネシア政府はね戦後独立して一番最初に挙げた最高勲章がですね、うん、ナライア勲章っていうんですけど前田志津海軍中将に 勲章を贈呈してまで沖縄出身の稲峰一郎先生もねその奈良屋勲章をもらったんです3番目に稲先生今話した前田志津将のカバン持ちしてたんですよ稲峰一郎先生はねそういうことがあってですね決して戦争を負けたとはいえですね日本のやった戦いはね無駄ではなかったとその大きな戦い大きな憂れの中の一つが沖縄戦だったと。 解釈して差し支えないと思いますね。はい、はい、今までこういった総括をね、うん、誰もしてこなかったでしょう先生。いや本当にあの、えー、そういうお話を聞かせる人いなかったですね。そうですね。はい。6月23日になったらセミがミャ,ミャンミャンミャン鳴いてね、暑、はい坂で入れさせてこうして<の>みんな帰っていくわけでしょ。ええー、これ23日でいうとお奥山っていう感じですもんね。そうですそうです。 であのー、また話が元に戻りますけどね、うん、日本がこのたた戦,戦いをしなければね、うん、アパルトヘイト人種隔離政策はね、うん、少なくともあと100年は続いていたと思いますね。それでねこれアングロサクソンという民族はね非常に裁けた民族でね、うん、力ある民族に対しては敬意を表するんですね。はいはい、例えばの話例えばですね1943年8月2日。 南太平洋で第35代大統領のケネディが当時海軍中尉で、うん、PT109109 という魚雷艇の訂騎をしてる時にね駆逐艦天斬りの体当たりを受けるわけですね横っ腹に。うんうん、で瀕死の重傷を負いながら、まあ、あのケネディ中尉は救助されて生還するんですけどね、はい、戦後ですねこの天斬り駆逐艦天斬の乗員とケネディ氏の交流はずっと続いてね 選挙の時にはねこのアマギリの上院たちが選挙大統領選挙の応援に行ったりしてたんですよ、えー、で大統領執務室にも,もねこのアマギリの上院からの寄せ書きが大きく飾られてたんですよ、えーえー、そういった感じでですよ日本と違ってね、うん、とにかくパンチのある人間と力いっぱい打ち合ってね、うん、その結果お互いの力を評価し合って友情を作るっていうのがアングロサクソンですよはい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 なるほどはいそういうことですからねあのーうん とにかく力をつけることですね。うん、そうですね。はい、はいはい、で次わ、視聴者の方で若,若い方々もいらっしゃると思うから思うからですね。はい、この話をしていきます。うし、沖縄戦の指揮を取った第32軍司令官、うししまミ海軍大将あ陸軍大将ですね。はい、彼はね、鹿児島市の加治屋町に生まれるんですね。はい、去年59。 この梶谷町というところはね西郷隆盛の出生地ですああなるほど1944年沖縄戦の1年前の8月に着任してくるんですね、えー、沖縄に非常に温厚な性格でね、うん、住民や貸し陥兵から慕われて、うん、陸軍の瀬古丼って言われてたんですよええー、なるほど昭和20年で,で牛島司令官からど,どういう苦境に立たされていたかということを説明いたしますとね、えー 昭和20年の4月1日アメリカ第5艦隊長官 r エスプルアンス海軍大将機関の米第51機動部隊は艦艇および輸送艦合計1500隻上陸部隊18万3000人沖縄守備軍の約2倍の広報要員を含む総兵力55万人を投入してきたんですね、うん、当時の日本軍の見張りの記録を見るとですねが全部… 米軍の船にに艦艇に囲まれてね<い>海が見えないっていうぐらいだったらしいんですよ。でアメリカは沖縄戦において榴弾砲、艦砲、うん、ロケット弾なども含めてですねはい、はい、合計3,800万発を沖縄に打ち込んでくるんですよ。えー、すごいよねにかく先生運が良かったのはね沖縄梅雨の時期だったわけでしょ。えーえー、地面が柔らかかったもんだからね、はい、破裂しないでそのままスポンスポンはまっていくわけですよ。 なるほどだからね私が推測するにはね牛島司令官がどうして6月22日に自決されたか、えー、その頃にはもう梅雨が晴れますから、えー、気温は上昇してくるしね、えー、沖縄は当時マラリアが流行ってましたから<ー>気温が上昇してくると自然にマラリア化がどんどん繁殖してきますですね,ね、えー、住民のことをおもんぱかってね、えー、6月22日がもう決断の日だということでそこまで奮闘してそれからあとは。 一応行を収めようと思われたと私は思いますね。で、だから今沖縄では不発弾が結構出てくるでしょ。当時地面が非常に軟弱だったために雨でスポンジみたいにして爆発してないのが結構あるわけです。それは非常に天運だったと思いますね沖縄にとってはね。特攻機2258機合計これが金谷とかね知南からどんどん殺到していくんですね沖縄近海にね。 でスプランステートコはね,スプランスはねアメリカのかもう艦隊がパニックになって、うん、もうたまたまじゃないから二密減帥にね、うん、一時撤退させ,させてくれと、うん、それぐらいいぐらいだったんですね、うん、です,す,すさまじい日本陸,軍の陸,軍将兵陸海軍将兵の指揮にね、うん、もうアメリカはね 1>, 1週間で閉廷すると言っ,言ってたのがね、ええ、<laughs> 3ヶ月以上かかるわけですよ、へ<え>沖縄を閉廷するのにね。で、いかに強かったか、はい、その当時の中隊長、大隊長のなんかの記録を見ますと、ですね<え>交代命令を出さない限り、どんなに戦況が不利でもね、<え>一兵たりとも自らこ逃,逃亡しなかったとす、すさまじい精神力だったわけですね。<え><で> この凄まじいさんにですねマッカーサーもびっくりしてね、うん、いたんだけど年1950年に朝鮮戦争が勃発するでしょはい、はい、この時マッカーサーはね、はい、二河の上陸戦で,で,す,、はい、ですよ、うん、あの日本陸軍を解体しなければよかったと言ってるんですね,ね、はい、そういうことがありましたでそれ、まあ、に当時の時代背景時間が迫ってきたのでちょっとスピードを上げますけど、うん、島田明知事 島田明知事ですね。島田明知事 <laughs> この、この方、第23代沖縄県知事、兵庫県出身、うん、1945年1月10日、沖縄県知事の打診を受けて即受託、うん、前任者の泉森樹はですね逃げ回ってたんですね。<ー>いつも東京に出張の理由を作って、頻繁に東京に行って,行って,行ってい,たいたと。でついに 1945年の1月に東京に行った時にはそのまま沖縄に帰ってこなかったんですね、うん。でね、この島田知事の立派なところは、非常に県民,保護県民の保護に全力を尽くしてくれたんですけども、えー、1>, 1月31日に島田知事は赴任すると、うん、さらに同年2月下旬には台湾へ飛んで、交渉の末に蓬莱米3000石分の確保に成功して、うん、翌3月には蓬莱米を那覇に搬入したと。 うん、こうした島田の姿勢に県民は知事に対して深い信頼の念を抱くようになったと、これが私が先生、先ほど言ったですね、うん、沖縄戦は日本と沖縄の仲裁を強固にしたという一つの証明なん,なんですよ、うん。うん、で、その前の泉森喜知事、これは琉球新報のある記者がね、泉を非常にこの弁護する人がいるんだけど、頭狂ってんじゃないかと思いました、はっきり言って。泉がどんなあの 育児のない男だったかというとね、ええ、昭和19年の10月10日に沖縄が初めて空,空爆されるでしょ空爆ね、ええ、はいアメリカの関西機からね、ええ、その時にねこの泉はね米軍が上陸すると思って山間部に避難してね、うん、雲隠れしたんですよ先生<ー>で知事がいないもんだが県政は大混乱してですね、ええ、福岡県知事が軍用機で飛んできて知事代行をしたんです、えー、で次にね、うん 沖縄出身にも,先生もうね不どうしようもない男がいてね、うん、第9代那覇市長富山徳順、うん、昭和20年3月、うん、福岡出張ということで行ってドロ,ンとドロンと行方不明、えー、戦後 <laughs> ごめんねって出てきたんですね <laughs>、えー、<laughs> で市,市長の席が空席になったもんだから、えー、島田知事が慌ててね、うん、4月に金島条約を市長に特例で市長に 昇格させるんです鹿、はいはい、金島条約はね鹿島市長はね7月に選出されます。<ー>とこういう状況でですね、うん、あの内地から沖縄を守るために一生懸命尽くしてくれた人たちがこの牛島閣下を含めですねたくさんい,、うん、いられたんですね。学、はい、学徒大の次学徒大のの次に感謝<ー>これ姫 の学,と学とですねこれは昭和20年の1月の撮影ですね1月の撮影ですけどえまず教育2200沖縄全学と2112名のうち従軍した2112名のうち1000人が戦死と約半分が戦死されしているわけですねじゃあ当時のね先生方校長先生,長先生たちの,あの足跡を見るとね 非常に恥ずかしいことがあるんですよ先生。えー、まず私立海南中学の校長だったしきや匡信。しき、うんうん、や匡信。しきや匡信で、ねはい、戦後知事になりますけどね。はいはい。技能方面の戦闘にね、生徒を投入したんですね。うん、これは上陸して上陸してですね、上陸して米軍がこう南下してきますから。 ヨミタ谷の海岸に上陸した米軍が南下してきて一番最初の戦闘が4月7日宜野湾方面、ええ、今の宜野湾飛行場方面から開始されるんですけどね、ええええ、私立海南中学の学徒の皆様はね爆雷を背負って敵の戦車に体当たりしていったんですよ、ええ、でほぼ玉砕ですね、うんええでところがねこの指揮や行進はね護身衛を守る,守るとかなんとかって言ってね北部やんばるに北部に 北部に逃亡してるんですね。えー、ところがですよ、この,この写真のこの先生ですね、えー、野田貞夫校長先生、えー、熊本県のご出身です。えー、この方はね、生徒と,生徒と運命を共にされて選出されるんですね。えーで ちょっと写真はありませんけど県立大中学今の県立首里高校のです、ねはい、藤野教雄校長この方は静岡県出身ですこの方も真面目に戦って戦死、うん、で県立大中学の配属将校だった篠原康陸軍大もね、はい、学徒の盾となって壮絶な戦死を遂げました、はい、だからね先生これ見てるとね本土から来た先生方の方が生徒と運命を共にしてですね、はい 戦っていくわけでしょ、ね、沖縄出身一体何だって言いたくなりません。市長はよ逃げするし。それはもう本当に恥ずかしいですね。式や校長は。北部に逃げるし。いやいや、恥ずかしいですよ。私はね。うん、もし。この。 野田校長とか藤野校長がもし生きておられたらね、うん、きっと次のことを学徒の皆さんとか遺族に話したと思うんですね、うん、これを私はある文献から発見したから、皆さんに披露したいと思います、これは森口夫幸夫さんという慶応大学出身の、慶応大学の医学部出身の先生から私がいただいた資料なんですけどね、うんえー、小泉慎三塾長、慶応大学の学長ですね、うん、彼は見事なことを言ってますよ。うん ちょっとと読み上げたいと思い思ます、えー、こういう方が沖縄におられたらね、えー、学徒のご遺族も納得されたと思うんですけどね、読み上げますよ。はい、1945年8月15日、敗戦、それまで一度も戦争に負けたことのない日本人は、全く初めての経験にどうしたらいいのかと不安がいっぱいで、心理的にも経済的にも最悪でした。幸い、9月から大学が再開されました。東大京大京早稲田と次々に再開され その学長の言葉が新聞やラジオに掲載されました。それには、どの学長も幾度おに、諸君は気の毒だった、軍国主義の犠牲になった、早くそれを忘れて学業に精進するようにというものでした。それなら、なぜあの時そう言ってくれなかったのかとがっかりしました。そして、慶応義塾,義塾が再開しました、慶応大学ですね、うん、塾長、塾長の小泉晋三先生は同じことを話せるのかと思っている私たちの前で。 小泉進三先生。ちょっと待ってください。小泉。小泉進三先生ですね。小泉進三先生。はい。えー、同じことを話せるかと思っている、私たちの前で三つのことを話しましたと。三つのことを話しますとおっしゃいました。えー、全学生集めてですね。えー、私は、で、学徒出身から帰ってきた。 当時はあの初級指揮官が足りなかったもんだから学徒出陣に行って海軍将尉陸軍将尉あるいは中尉ぐらいで活躍してまた帰って学僧に帰ってきたわけですね。私は諸君に心から敬意を表する2年前に私は2年前というのは学徒出陣の時ですね徴兵猶予が撤廃されてみんな前線に出ていくわけですけども2年前に私は最高の価値は祖国のために命を捧げることだと言った。 その私の言葉に従って、君たちはようやく出世してくれた、これに対して称賛し、感謝する、次ですよ、次が大事なんですよ、視聴者の皆さんもこれでこれを、ね、肝に銘じてほしい、うん、戦争に負けたことは問題でない、うん、ヨーロッパでは何度も戦争に勝ち負けしている、うん、日本は勝って負けた経験がないので、大きなショックを受けているが、うん、祖国のために命を捧げる用意があったという、その気持ちを一生の誇りとしてもらいたい、うん、こんな素晴らしい事実はない。 そこことは何ですか、うん、あなたたちの愛する両親兄弟、うん、友達が住んでいるところですそれを守るために命を捧げることができたこの誇りは戦争に負けたこととは全然関係がない、うんうん、これなんですね先生そこですね、はいうん、この次はすごいなやっぱりね、うん、リーダーはこうあるべきなんですね三、はい、つのお話のうちにですね戦勝国はポスラム宣言に従って戦争犯罪者のための軍事裁判を開くだろう そして君たちの部下の兵隊がやったことについて責任を取らされ終身刑になったり銃殺刑になるかもしれない、うん、その時裁判官に次のように言ってもらいたい、うん、戦争に行けと小泉塾長に言われたので戦争に行った、うん、責任は私たちにはない責任は小泉塾長になると言ってもらいたい、うん、君たちの代わりに小泉は諸君のために諸君の代わりに銃殺刑その他の場所に立つだろう 私は諸君の命の代わりになる準備があるここまで言われたんですね、うん、で小泉塾長もですねご子息小泉新吉え海軍大尉はですね学徒出陣で出陣してですよ戦死されてるんですよでご自身も東京大空襲でね公堂どってねこれはそのそれ以前の写真ですね公堂どって顔の半分がね蹴るような状態だったんですね それでも。近上陛下の、皇后陛下の、また、きょ、あの。皇室担当の,東の、東宮の、きょ教員としても頑張ったんですよ。こういうね、総括をね、ね沖縄も、い、一日も早くやって。やるべきですね。うんうん、まあ、もう次、本、本論に戻ります。はい、で。沖縄、米軍、あの、米軍によって、日本軍はね。 沖縄県民を守らなかったって、嘘つくのもいるけど、これも間違いですね。これは間違いですね。はい、で、うん、これはね、一年半島、非戦闘地域、えー、と。牛島司令官はね、非戦闘地域し。牛島田知事は。あ、牛島司令官は島田明知事に遠慮して、戒厳令を布告しなかった。 改憲令というと,言うとですね、うん、これを発するとすべての法律が停止してはい、はい、軍の命令一家で動けるんですねところが、うん、島田明知事をに遠慮して戒厳令を布告しなかったわけです、うん、それで軍による疎開避難活動っていうのはね、うん、これは沖縄県が優先すべきなんですね戦時国際法でいくとですねはい、はい、沖縄県が優先すべきだけど沖縄県は力がない、うん、だから軍が仕方なく疎開とか避難,か避難の 避難誘導の行動するんだけども、はい、残念ながら法的根拠はないもんだからね、うん、命令ではなく勧告なんですよだからどういうことをしたかというとね、はいはい、いよいよ首里戦線が近づいてきてこの読谷に上陸した米軍がどんどん南下してきてですね、うん、首里にある司令部に迫ってきたときに牛島司令官がどうしたか憲兵隊が各家を一軒一軒回って、はいうん、説得して 避難港に誘導していってしかもまた、えー、軍の食料を提供したんですよ。えー、これはね当時26歳だった船越鶴さんが琉球新報に解雇してます、うん、平成8年にこう証言している「どうせ、ん、死ぬか」と「どうせ死ぬか」と「死ぬの家にいたら憲兵に発見され死ぬことより生きることを考えようと諭さ,さ,され本島南部の避難港に誘導されたしかも食料さえ提供された,されたと言ってますね。うんうん、その次にに、ね、さらに 首里,戦線首里戦線が不利になって、うん、最後の決戦をこの守りにでやるために第軍は南下していきます、はい、住民はそのアメリカが怖いもんだからはい、はい、中北部への避難誘導北部の山間部への誘導もしたんだけどね、はい、その誘導に従わなかった人たちが軍を追っかけてくるわけですよ。それでバクナー中将に軍師を送って この知念半島を非武装地域に設定するんですね、知念半島。で、この米軍と第三十人が一斉にですね、うん、住民を知念半島に誘導していくんですよ。はいえー、で、疎開計画で、それ以前にね、疎開計画もやってます、泉森喜知事がやる気がないし、のんびりした県民性だから、うんえー、当初はなかなか県民が応じなかったと。 昭和19年7月7日、サイパン島の玉砕の日、当時、サイパン島には沖縄出身者が大半を占めていましたから、沖縄第32軍初代司令官、渡辺正雄中将より提出された疎開要請案が閣議で了承された、はい、この結果、県外疎開、九州と台湾方面に8万人、県内疎開、沖縄本島北部の山岳地帯に2万人を、えー、輸送することになったわけですね。ええええ であの県外疎開に関してはですね、はい、えーえー、っと対馬丸いか6隻が撃沈されて犠牲者3000名ぐらい出してるんだけどそれでもですね8万人の県外疎開には成功します、はい、で帝国海軍は疎開戦の護衛に残存艦艇及び航空機を傾斜配分したのですね、はいはい 昭和20年3月いよいよ沖縄戦が開始される1ヶ月前にはね、うん、帝国海軍は規定を破って戦闘艦にまで不助手を乗せて九州に高速で避難させております、うん、これの証言も残っておりますで、昭和19年8月6日第一回目の学童疎開の沖縄児童に対して皇后陛下がビスケットとか饅頭等を貸しされて、うん、次の世を背負うべき水をたくましく,たく,ましく 短縮のびを里に移りてっていう。身歌を賜っております。<ー>まあ、これ、ここまで一生懸命ね、あの。やるわけです、それでね。初回、うん、達成人員は当初計画6万人は回って、最終的にはね。十六万人が初回にするんですよ、先生。へ<ー>だからね、今ね。うん、あの。メディアとか、左後の連中がね。うん、沖縄戦においては。 4名に1人が死んだって言ってて言るでしょはい、はい、それは16万人も疎開させたら人口減るから、はい、4名に1人は戦争戦災に遭うわけですよね確率が高まるわけですよねだって明和の大津波の時にはですね3名に1人は死んでるんですよ、はい、そういうこともありますから、はいあのー、あんまり故障されない方がいい最高の皆さんは故障されない方がいいと思います、うん、これをお願いします これ沖縄戦による,ける被害状況、これ県の資料資料ですよ。最近ね、うん、おととい、私、NHK の朝のラジオを聞いててびっくりしたのはね、うん、ある沖縄県民が闘票して、NHK に、うん、異例の日の闘票をしてるんですね。ええ、びっくりしたのは、26万人が死んでると言ってるんですよ。えー、それはね、平和の礎にはね、戦後死んだ人たち、交通事故で死んだ人たちも全部名前出してるんですね。はいはいはい で南京事件みたいにね実際はそ,そんなに亡くなってなくてもこんなにで米軍も合わせても20万二十万人ぐらいでしょはい、はい、年によってどんどん戦死者の数が増えてくるんですよに <laughs> 珍しいですね多分ねやっぱりお涙ちょうだいお金ちょうだいの一環だと思うんですね <laughs>、はい、だから内チュの皆さんは騙されないようにこういうねだから私ね、はい、また増えたまた増えるってこも、okay、面白いんだねと思って見てますけど。はい <で>なるほど。うん、であとはねこの私、先週はね鎌倉でこの落合ああの太田中将のご子息の落合,、うん、あ落合さんはい、落合商法にと一杯飲,飲んだんですけどねはい終戦の6月6 1945年6月6日はい太田緑海軍中将、去年54。はい、へえ。 はい、自決する直前の午後8時16分にですね、はい、海軍時間宛てにおろくの海軍海軍号からですね、はい、海軍時間宛てに最後の電報を送ってますこの中にね「うん、沖縄県民核戦いに後世特別の国をはようたまらんこと」はい、という電報を打ったんですね、はい、これはねこの「 東京に電ボを打ってる時に実は彼女の海軍航空隊が傍受してるんですよそこにおられ,おられたね元海軍中尉の荒木文雄さん、はい、この方は戦後日銀に勤務しするんですね、えー、で初代の日銀の那覇支店長を自ら希望してこられましたえー、この方はその後福岡銀行の頭取りで、まあ、あの晩年を迎えられたんですけどね、えーえー、非常に太田中将を尊敬しておられたですねえー、なるほどうん であとは山中定則沖縄か開発庁長官もね、うん、国会でこの沖縄県民核戦いを呼んで、沖縄国会で、はいうん、全文読み上げたんですね。野党も含め、ね、誰も批判するのもいなくてね水を打ったようにししし静粛な雰囲気になったそうです。はいはい、で時間がないので,ですねあのちょっとスピードを上げますけどね、はいえー、おもう一度、これか。 この沖縄だけが沖縄だけが被害者だという意識は捨ててほしい、うん、例えば北方領土の皆様1945年8月22日にカラフト引き上げの台東丸ほか2隻がね、うん、北海道が近づいてきた時にソ連の潜水艦から魚雷攻撃を受けて1708名が死亡します、まあ、運,運悪くですね先生、うん、その1944年の8月22日に 島丸が沈んでるんですけど、それから一年後のちょうど8月22日にね、ええ、この台東丸が、他2隻が沈んでるんですね。ええ、島丸が大変だった、大変だったって言うけどね、ええ、この事案はもっと深刻だったのはね、魚雷を撃って沈めてですよ、ええ、その潜水艦今度浮上してきて、ええこの、そのマストからですね、マストというかこの鉢からね、機銃装射区がいたんですよ。ええ 漂流してる、ええ、あの特に婦女子が多かったんですよ、ええ、そこに傷傷者加えてるんですね、まあ、でね、うん、1945年8月14日満州の格好病、うん、日本人避難民1000数百名、うん、90%以上が婦女子これはソ連軍の戦車隊が包囲してねこれも銃撃で全部虐殺してます、うん、私の親戚もね実はひ、うん、あの島生で,でだいぶ戦死 犠牲になったんでまただね遺族年金もらってたもんだから僕の親戚が、うん、聞いたらね16歳で息子を乗せたけどで16歳でね、はい、日本政府の特別配慮でね、はい、少年飛行兵に合格したっていうことにして、はい、軍人恩給をもらってたんですよ<ー>先生特例に。 少年航空兵にも合格覚悟してないのにね、うん、政府の特例でとにかくあの沖縄県民にためということでね、うん、軍人扱いしてるわけですよ、えー、ところがこの台東丸なんかは軍人もう戦争も終わってるからね軍人扱いもできないんですよ、うん、ではだから沖縄だけがかわいそうだっていうことはね決してありませんで8月28日ソ連軍北方四島に上陸してね、うん、島民を10月までに全員北海道に あの追追い出ししててます追放してねはい、で1964年9月15日ソ連のフルチョフ首相がですね、うん、アメリカが沖縄を日本に返せばソ連も羽生石炭を返還しますと言いながらですねいま、うん、だ仙台主権も認めないとはい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 いやーこれはもう本当にあのしからんです、ね、だからね私はね先生こういう情報もあるんですよ、はい、あの毎年 平和の礎の前でおばあちゃんがクッククックって泣いてるでしょ、えー、あ,れある放送会社がですね、えー、金やって演出させてるらしいですよ先生、えー、沖縄かわいそうっていうイメージを作るために沖縄かわいそうそしてね、えーえー、米軍基地があるからなおかわいそう、えーえー、<laughs> こんな感じでね国民をマインンドコントロールしていくんですよだからそのかわいそうかわいそうっていうのが本当にあの 甘やかしになってしまって、安倍首相もね、ねさっき言ったみたいに慰霊、ええ、祭人のスピーチでね、ええ、新政策を話す,するって言うんだから、ええ、いやいやいや、もう首相もちょっとよ、もうだんだんあのちょっといかれてきてるんじゃないですか、ね、と僕も思いますね、あの私ね思うんですけれどね、はい、みんなね。 沖縄のその一つのなんていうかなこの雰囲気っていうの沖縄的っていうものにみんな慣れてきてるんですよ慣らされてきてるんですよだこれが非常に怖いですすねねそうですねで最後にあと3分ありますからあの実は昭和,昭和40年の1月4日にですね琉球新報を見ましたらね二十歳のアンケートっていうのがありますこれはね昭和40年,40年に成人式を迎えた方々を対象にアンケートを取ってるんですね。 沖縄戦で戦死した悲鳴り隊、検事隊の行動をどう思うかというアンケートの結果が公表されています。37.7%の新成人がね、ええ、正し方と回答して、正しくないの26.7%を上回ってるんですね。うん、正し方と回答した若者の多くがね、与えられた任務に忠実だったからという理由を挙げてるんです。極めててまともなんですね、うん、これに対して、ね、当時沖縄教教教職委員会教文教文 副部長だった福地弘明がね、うん、沖縄戦に対する正しい評価がなされていないと批判してるわけですよ<ー>で彼は沖縄戦っていうのは全く差別による沖縄,沖縄県民差別による犠牲をだったっていうことでやってるでしょはい、はい、で彼はねこのこれで沖縄を左傾化させたご褒美にね<ー>これから7年後の昭和47年の1月にね北京に招待されて周恩<ー>来からご馳走されてるんですよえ だか,らだからこの人たちというのは極端にね、はい、あの急に急に半日ですよね半日半米、はいはい、そういうことですからね今日は私はすっきりしましたというのはね、うん、いつも慰霊の日が近づいてくるとなんか閃光の匂いがするような感じにして暗くなるでしょ、はいはい、そうじゃないんだとあの時一生懸命戦って戦死していた先輩方はね の理想はかな叶えられてますよと今しかし今沖縄を取り巻く状況が非常に厳しくなってきてるから、はい、もう一回戦争に巻き込まれた時にはね、うん、今度は勝たないかんということですよ。ででね小惑星にね、はい、戦争はしませんさせませんって言ってもね、はい、相手がやってくるんだろうに、ねはい、僕私だったらね次の戦争は勝ってみせます、はい、沖縄に一歩でも踏み入れてきた時はね、うん もう空中分解させて見せますぐらいのことしないとね。はい、そうですね。ダメだと思いました。はい、本当本当。はい。まあ以上で異例の非特集を終わります。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。<music>